マリーガリーは NHK 教育テレビのテレビ番組水園サー内で2009年3月31日より放送されていたテレビアニメである。本校では第2期であるマリーガリーバージョン2.0についても記述する。科学を主題とした5分間のオリジナル短編アニメ。科学にまつわることをギャグや歌やダンスを交えて解説する。 また、世界天文年2009の公認イベント作品である。シリーズ構成には、東映女子向けアニメを担当する山田隆キャラクターデザインに、お邪魔女ドレミシリーズ、ハートキャッチプリキュア、などを手掛ける馬越義彦、演出には、海沢幸雄、海沢の担当した、ゲゲゲの北楼から、駒木文、土田豊が、そして本作品が初演出となる。 クレタ公平が担当。オープニングでの声優の表記は1回4人までであり、5人以上のキャラクターが登場する回は、登場していてもテロップに入らない声優もいる。本作は、第1話の前に番組紹介となる第0話が存在し、CD シングル、ガリハバラ、特典 DVD に収録されている。第1期では2009年10月13日に、 階段レストランが開始し、東映アニメーション作品同士の競合となった。ダヴィンチ役の田の中イサムが、放送期間中の2010年1月13日に、急成し、事実上の遺作となる。そのため、最終話付近にダ、ダヴィンチが登場するシーンは、セリフがなくてもいいように演出がなされている。また、第2期でダ、ダビンチ役を引き継いだ、青野武だったが、 青野自身も登板直後に病気で倒れて、事実上降板となったため、こちらも他の中同様、ダヴィンチが登場してもセリフがないか、または病気療養までに収録されたもので対応した。2010年3月30日からは、第2期となる、マリーガリーバージョン2.0が、スイエン、サーナイで放送され、新キャラクター、ノリカが加わることとなった。バージョン2.0からは、 前半25部の、スエン・サーと、後半5分の、マリーガリーに、番組が分離された形で放送された。3年目に入った2011年3月29日以降は、新作ではなく、最初の2年の作品から選んだものが放送された。2013年からは、スエン・サーから分割され、そのために、第1期は、エンディングの一枚画が廃止され、 本編ラストシーンに終わり NHK が入るようになり、第2期エンディングは専用の一枚画に変更となった。2014年3月をもって放送を終了したが、2015年4月から水曜17時35分 -1740 で放送が復活した。名前はそれぞれモデルとなった科学者や研究者などにちなんでいる。 蒸気ゲームとキーボードの発売元は株式会社ドラス。ありがとうございます。